これはですね、フグのヒレを、しっかりと水洗いしてぬめりを取り干しているところですね。今回はヒレ酒と白子酒を作っていきたいと思います。ちなみにですね、これはトラフグのヒレですね。一般的にヒレ酒といえばトラフグのヒレで作ります。それでこちらがトラフグの白子になります。白子酒といえば基本的にはトラフグの白子で白子酒を作っていきます。ではヒレを焼いていきましょう。ヒレは弱火でこんがりと香ばしく焼いていきます。目安としては焼けてくるとヒレがぷっくりしてくんですね。焼いた時の香ばしい香りも出てきます。そして注意したいところは焦がしてはダメということですね。どうしても焦げ臭くなってしまうので注意して焼いてください。全部が一緒に焼き上がるわけではないので焼き上がった順に外していきます。だいたい 2,30 分は弱火でこんがりと焼いてください。フグ屋にいた時はとにかくヒレ酒が出るので半日ぐらいずっとつきっきりでヒレを焼いてたりしました。だいたいこのぐらいですね。香ばしく焼けていると思います。私が教わったのは綺麗に焼けていればですね、このまま食べても問題ないって教わりました。どうですかね、光沢のあるカリカリっと焼けてると思います。焦げもなくいいんじゃないでしょうか。でこれがヒレ酒用のグラスですね。熱々で提供するので直に持つと熱いのでこういう持ち手にカゴなんかがついているものを使用します。私がいつもやっているのはこういうふうにこのヒレを入れますよとこの蓋のところにですね準備をしておきます。ヒレ酒は意外とコンパクトにスムーズに作らないと美味しくできません。なので準備が大切です。でこんな風に温まったものをここに入れていきます。それではね、お酒を温めて作っていきたいと思います。一番いいのは焼きたてをお酒に入れるのがいいんですけど、だいたい1週間ぐらいは焼いた後湿気取り剤を入れてタッパーや缶などですね保存することが可能です。ヒレ酒の器を温めていきます。熱湯を注いで熱々にしておきます。でこれ最初に入れたものは捨ててぬくめておきます。2回やることでより器は熱々になります。だいたいヒレ酒のグラスに入るお酒の量は 150cc ぐらいなんですね。でこれが 150cc のお酒です。鍋で直に温めてもいいんですけど湯煎にかけることで日本酒本来の旨味を残し美味しく温めることができます。それでですね、どんなお酒を使うかというとですね、ここでは長野の横笛というお酒を使っています。長野の諏訪ですね。長野といえばマスミって言われるんですけど横笛です。何使えばいいのって思うじゃないですか。吟醸とか大吟醸はもったいないですよね。あれは冷やして飲むのが一番うまいです。はい、醸造酒、昔ながらのお酒です。辛口のものです。これを使用することでヒレ酒もより美味しく作ることができます。この湯煎の状態でヒレ酒ってどのくらいまで温めればいいのって思われる方もいらっしゃると思うので今回は温度計を入れて確かめてみます。そうするとある目印が出てきますのでそれを注目してみてください。だいたい今85度ぐらいですね。そのくらいまでお酒の温度が上がってきました。
そしてですね、ここで目印が出てきます。よく見てみてください。このお酒の中に泡がポツポツって出てくるんですね。見えますかね。そこから泡がポツポツ出てきてますよね。だいたい85度を超えたぐらいで出てきました。ちょうどこの泡が出てきたら切れ酒のグラスに注いでいいよっていう合図ですね。お酒も旨味を残してゆっくりと温まってきました。はい、これ以上やってしまうとお酒の香りとかが抜けてしまうので、ここでグラスに入れていきます。切れ酒の器のお湯を捨てていきます。で、ここで初めてヒレをグラスの中に入れます。はい、そしてこの熱々の日本酒をグラスの中に入れます。とっても熱いんで、こういう作業は気をつけてやってください。で、日本酒を入れたらですね、すぐに蓋をしてください。そうすることでヒレの香りだったりお酒の香りも閉じ込めることができます。こんな風に蓋を準備しておいてください。で、なみなみ注いで蓋をします。はい、これでヒレ酒の完成になります。より香ばしさとお酒をまろやかにするためにアルコールを抜いていきます。こんな風に火をつけて、はい、どうでしょう。トラフグのヒレ酒になります。熱々を飲んでください。さっきと同じグラスを使うんですけど、今回は日本酒は 130cc ですね。白子の分少し少なめです。そしてこの白子は 35g です。細かく切っていきます。裏ごしていきます。裏ごしの目に沿ってこう斜めがあったら、それに対して対角に裏ごしていくのが一番裏ごすのに良いとされています。下にタオルを敷いて滑らないようにします。ボールを入れて、しゃもじですね、和食では宮島と言います。これを宮島の使い方もこういう風に、ここが汚れちゃ嫌なんで、裏ごすときにこう引いていきますよね。そしたら返すときは宮島を裏返して押していきます。で、こう返すときは裏返し、引くときはこう。そうすることによって手を引くところが汚れないんですよね。こっちで返すと汚れちゃうんで、で返して押す、引く、で返して押すっていう繰り返しをすることで上手に使いこなすことができると思います。はい、裏ごした白子がこんな感じですね。裏にも残ってんで吐き出しといてください。すごいクリーミーな白子のペーストが出来上がりました。ヒレ酒の時と一緒ですね。グラスの方は熱々にして、はい、保温しておきます。今回日本酒は 150cc ではなくて 130cc 温めています。そこにですね、先ほどの白子のペーストですね、それを入れていきます。生なんでしっかりと火入れたいですよね。なので先ほどと同じように沸騰直前ですよね、85度から90度までしっかりと温めていきます。で、攪拌しながら日本酒と混ぜ合わせながら温めていきます。ちょっと分離してるんですけど、こんなもんですね。よくドロドロの白子酒ってあるんですけど、実際には飲みづらいですよね。ただでさえ生臭く感じてしまうのに、
あれはちょっと量が多くなってしまうと思います。なのでだいたい 150cc で 30g から 35g ぐらいが適量だと思います。今回も温度計入れてしっかりと確認しながらやっていきたいと思います。しっかり白子にも火が入ったのでグラスに注いでいきたいと思います。どんな味わいかっていうとですね、これはですね、濁り酒ってあるんですけど、そんな感じですね。白子が甘いんで、濁り酒も甘いんですけど、そんな風に感じます。で、やっぱりクリーミーな香りもするんですよね。温かい濁り酒というイメージです。こちらもですね、パフォーマンス的に火をつけていきたいと思います。やっぱりね、チャッカマンもいいんですけど、マッチの方が味わいがありますよね。はい、アルコールが飛んでまろやかになりました。これで白子酒の完成です。私としてはこのぐらいの分量で白子酒を作るのが美味しく飲めるかなと思います。もし機会があれば試してみてください。